広げると、スパーリングをしたいなと思って。どうも、巨人チャンネルの動きです。今日はなんと巨人チャンネルゲストが来たということで、プロ格闘家のキックボクサー山本志陽です。よろしくお願いします。僕にインスタフォローしてる人はたまに僕のストーリーに載せますけど、 YouTube で見てもらうっていうのが初めてで、アルバムつるらかな大阪に来たんですけども、今日はひろと君とスパーリングをしたいなと思って、自分にお邪魔させてもらいました。怖いっすね。今日は平和ファイターなんで怖いな。今度2月の16日にタイトルオフフィンガーで試合が決まったということで、減量中にもかかわらずお邪魔してしまったという KY ですね。こんな感じでちょっとバチバチに怒られて、今日は大阪で見せていこうかなと思っております。スパーリングはオープンフィンガーですか？えっ、いるわ。オープンフィンガーでもちょっとやってみたいんだけど、本当カメラがいいみたいな。ボクシングルールとキックボクシングルールにしたいです。これで勝ったら僕もライズ出れますので。出てください。概要欄見てみますけど、俺もともと会う前、黒ですね、めっちゃ見とった。俺は最初思ったクレイジーピエロ、イミネムだよ。あ、クレイジーピエロやっていう頭に行って、で試合出ても、もうベコンの試合で来る。やばいですよ。うわ、ほら、あったらなんかめんどくさそうやなっていう印象。でもあったらめちゃくちゃいい人。いい人なんですよ。一発見たすもんね、全然動画撮ってない。確かにね。そんな感じで、ちょっと今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょっと俺もウォーミングアップしたかったな。いや、まだ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 。どうですか？もうちょっとやったな。ちょっと、いや、喋らなくても分かってるけど。無理か。まあこんな感じや。ちょっと待ってくださいね。すごいね、やっぱプロって。はい、ということでね、今日はここまでということで。そうや、今日はまあ教えてもらって。ありがとうございました。試合前にすいませんね、なんか。まずは時間ともらって。じゃあ、よろしくお願いします。これで勝ったら俺も出るから試合。もう朝だくやで。無理だって。お願いします。お願いします。お願いします。はい。お願いします。
二度じゃねえ。まず。今入ったぞ。どうでしたか。俺結構ガチだけど、ごめん、楽しいな。でもまあまあ今の判定2-1ぐらいの。2-1でどっちですか。まあまあ言ってもぐさい。しんどい。結構しんどい。全然余裕しない。全然いいわ。やばいな、そう考えたらな。お前スタミナなさすぎん。それ飛びしてる人に飛びできなさせる。もうちょっと強くね。いいですか。ちょっとですよ。あの割と本気でお願いします。割と本気。前た方がいい。はい、そうです。ちょっと流血あるぐらい。それぐらいが。ちょっとでも本気でいきますね。ローあれぐらいでいいですか。どうすか、たまにもじゃないですか。ちょっとフリッパーさんから本当にお願いします。じゃあそんなんじゃないですか。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、見たよ、言ったよ、言ってないって。マジで言ったカメラで見えたのか知らんけど、仕方ちょっと強いって言ってくるわ。すみやっぱレベルが違うな。こんな強いと負けたりするやろ人って。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。全然全然息上がってない。他の人はもっと丁寧に決めるんやけどな。あのミドルとロー来たらちょっとビビったもんね。いやね、文字は思い切ったもんね。そうですね。そう、終わったからまあいいっすけど、もう笑いすぎやで。マジで。やったらやってみ。ごめん、それはごめん。いやでも、こういうのほんまに強いです。まあね。多分ほんまに、普通その辺のやつだったら、ボロボロしますよ。まあ、怪我さんけどね、俺は。こうやって、ライジンファイター、すごい舞台で戦ってる選手が、俺みたいな強い人とやってくれて、めっちゃ嬉しいし、こういうことも普通の人はできんから、いい経験になりましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。また2月16日、はい、アベマスで。アベマでありますね。メイン、はい、多分メインと思います。また見てください。ぜひ。ぜひお願いします。チャーリーチャンネル。チャーリーチャンネル。はいはい。そちらの方も貼っとくし、インスタグラムも一応やってくんで、フォローとチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ皆さんよろしくお願いします。僕らも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ疲れてます。全部合わせて。やばいよな。もうありがとうございました。ありがとうございました。